では次に眉毛を描いていきます。こちらケイトのデザイニングアイブロウを使っていきます。ワルちゃんメイクの眉毛のポイントは平行のまっすぐの眉毛を描いていく、ストレート眉毛を描くのがポイントです。まずパウダーでガイドラインを作っていきます。眉は太くてまっすぐの眉を描きたいので、この下の部分に足りない部分に付け足して描いていきます。次にジェジュアビューのデイライナーでこちらで眉尻を描いていきます。先ほど描いたパウダーで描いたガイドラインの部分をなぞってまっすぐな眉を描いていきます。眉山も作らずに本当にストレートな眉毛です。眉の下部分を付け足して描いてあげると簡単にできると思います。そしてじゃあダイソンのアイブロウコートでキープしていきます。これでこすっても夕方まで落ちづらくなります。ではこれで半顔終わりました。残り半分もメイクしていきたいと思います。これで両方完成しました。ではリップを塗っていきます。リップのポイントは色を消すのがポイントなので、ちょっとコンシーラーで隠していきます。内側だけ色をつけたいので、内側にだけこちらのゼイオーガニックのお花の花びらを凝縮して色を抽出してあるリップグラスをつけていきます。内側だけ色をつけたら、次は全体にグロスをつけていきます。こちらアムリターラのピュアトリートメントリップグロスです。こういう透明のピンクのグロスです。ではこれでオルちゃんメイクの完成です。
ティチャンネルのチャンネル登録はこちらです。